はい、どうも、こんばんは、こんにちは、黒猫ハンドです。リングマスター2、第17回になりますね。1週間以上、開けてしまいまして、申し訳ございません。別に飽きたとかね、やる気がなくなったとかいうわけではなくて、やりたいんだけど他にやることがあって、できなかったりとかね、いろいろまあ事情がありまして。今回はですね、前回まで探索してましたバッケスの村から今出たところなんですけど、ラサルニアにまあ向かいたいんですけど、ラサルニアのこの、まあ付近のフィールドが、結構ワープしちゃったりなんかして、マッピングをね、諦めてしまっているんですけれども、ここをね、なんとかマッピングしていこうかなと、いうのがね、今回やろうかなと思っていることでございます。で、多分ね、それをうまくやらないと、まあ、偶然、たどり着くのをね、期待するしかなくなっちゃうんだよね。で、山道から入ってきたところが、まあ、ここ、マップの方ちょっとね、見てください。ここから入ってきて、で、こう北に行くと、まあ、すぐに、このバッケスの村があるわけですよ。で、まあ、ちょっとこう、迂回してこの行き止まりの方に行くと、なんかワープして違うとこに行っちゃったりするんですけど、で、この辺りにある出口、このフィールドの出口なんですけど、ここから出ると、もう名前、一週間もやってなかったから忘れちゃった。ムルソン、そうそう、ムルソンのフィールドの方に出ちゃうんですよね。ムルソンのフィールドの、北東のあたりから出てくるような感じになってましたね。なので、そこから出ないで、北上すればいいんじゃないのかなと思ってるんですけど、多分ワープポイントとかがあってそううまくいかないのかなというふうに想像しているところです。はい。で、今は、ここにいます。バッケスの村の南側から出てきたところですね。なるべくワープをしない、こっちの方に行かないで、この辺りをちょっと探索してみようかな。でも多分ワープしちゃうんだろうな。まあ、主に無言でやっていく感じになると思いますけど、よいしょ。ちょっとね、トラックボールをね、新調したんですけど、そしたらね、ちょっと操作がしづらくなっちゃってて、慣れるまで結構大変かもしれない。何かって言いますと、まあ、親指で操作するトラックボール使ってるんですけど、今まで使ってたやつは、人差し指はまあ左クリックで、中指が右クリックで、で、薬指にね、右クリックの右にさらにボタンがあって、それを押しながら、親指をクリクリすると、ゆっくりカーソルが動いてくれたんですよ。だからこういう細かい作業するときは、そのボタンを押しながら、やる癖がついてたんですけど、絵を描くときとかね。で、まあそれね、廃盤になって終わっちゃってるんですけど、まあ、形がほぼほぼそっくりで、で、しかも無線バージョンをね、見つけたんで、あ、これいいなと思って買ったんですよ。そしたらさ、形はほぼ一緒で、ボタンの位置も一緒なのに、押しても遅くならないからおかしいなと思って、でマニュアルを見たらですよ、専用のユーティリティを入れてくださいということで、そのユーティリティを入れるとそのボタンにいろんな機能を割り当てることができるようになってて、あ、これはこれで便利かなと思ったんですけど、そのね、カーソルを遅くする機能がそのカスタムの中にないんだよ。なので、まあ、しょうがないからね、まあ、ジェスチャー機能とかを今追加しましたけど、そのボタンを押しながら、こういう風に下に動かすと、ウィンドウを閉じるとかね、まあそういう機能を付け加えたんですけど、間違って閉じちゃう恐れもあるからね、まあちょっと慣れるまではしょうがないですね。はい。
1、2、下へ移動した。西を向いた。あ、行き止まり。南へ移動した。南移動したって言ってもリングマスター1の時は逃げてもね、向き変わんなかったような気がするんですけど、リングマスター2はね、ランダムで向きまで変わっちゃうのがね、ちょっと鬱陶しいですね。てか敵が鬱陶しいな。倒しちゃうか。北の方角に、高原が広がっている。まあ、こっちから入ってきた場合だろうな。うん。これが間違いで、ここから出ると、ムルソンのフィールドに多分出ると思われます。じゃあ戻ってこっちの方行くね。あれ？ちょっと待って。ん？ここにいるでしょ？北を向いた。東を向いた。あ、間違えてる。こうかな。ああ。主人公が逃げないとあれなのか。来た。今ここですね。この広い空間になってるところは、ね、踏んだのか踏んでないのかがね、ちょっとわからないんですけど。ん？巨大樹があります。これはなんだ？調べる。見事な枝振りをしている。でも、取ることはできないよね。巨大樹。離せないか。ちょっと、これは、なんだろう。ここに巨大樹？巨大樹。ん？なんだこれは。まさかこれがムルソン？じゃないよ。これ墓場だよな。調べる。なんだろう。地下にも行けないし、なんでもないのかな。
やだ、墓場があると。ああ、まあ戦争があったからっていうことで演出なのかな。あ、ワープしたね。ここはワープ。どこにワープしたかだよな。あれ、これなんだ。あ、そっか。ここは、今向いてるのは東。どこにいるかわからんな。ん？ここかな？ここにいるのかな？ああ、そうだね。はいはいはい。わかりました。なるほど。ああ、もう。ここが、どうしようかな。アイコン。見づらいな。ここから、ここへワープ。動画だとね、全くこれとこのアイコン一緒に見えると思うんですけど、一応まあ、ダッシュがついてるんだよね。まあ、見えないね。はい。じゃあ、これを避けるようにしていきましょう。あ？またワープしてしまったようだな。このワープポイント。で、今東へ向いている。ということはだ。あれ？多分ですけど、ここだな。あ、一撃で死なない。なるほどね。ここにはワープがない。またワープだ。次のアイコンは、じゃあこれにしようかな。今いる場所は、南がここで、北を向いた。なるほど。多分ですが、ここだな。まあ、冷静にマッピングしてみればね、こんな大した感じじゃないね。
ちょっと予想したのと違うな。ということはこっちしかないか。移動する向きによってワープしたりしなかったりするのかな。今ここにいるんですけど、東を向いて一歩行く。やっぱワープしちゃうね。で、今ここにワープしちゃった。あれ？ほぼ全体的にどこなのかは分かったけど、あれ？いや、俺ね、ここさらに上に行くと、なんつうの、ラサルニアに行けるのかなと思ったんですけど、なんか違うな。なんか、謎解きがあるのかな？ジンプの実。これがいくらでも手に入るやつですよね。なんかいっぱい持ってるんだっけ？あれ？ないな。拾った。実がたくさんなっている。なんとか中身を取り出せそうだ。なんか中に占いとか入ってたりするのかな？パカって割るとね。なんかそんなのあるよね。あれ？あ、まだ取ってないのか。で、使う。あったあった。気分がすっきりするようだ。なんだろう、これを食った後、何かあるのかもしれない。お？ああ。間違えた。見事な枝振りをしている。あれ？ティンプの実って1個使うと全部なくなっちゃうのか？あれ ?1 個、2個あったよね、さっき。ああ、あったあったあった。使う。ちょっと待って。この墓場みたいなとこで使うのかな？絶対この実が何か関係あると思うんでね、この場所かどうかは別として。
違うのかな。ここかなと思ったんだけど、なんか誰か現れるかなとか。違うな。ここに置くのかな。あ、暗くなってきてしまった。3つぐらい拾っとくか。ちょっとここに置いてみるか。落とす。何も起きないな。夜になるとワンチャンゴーストが出るとかっていう可能性も考えたんだけどな。違うようですね。特に何もないのかな。じゃあ今度はそのムルソンの、フィールドに出て、で北上してみようかな。ムルソンのフィールド。どこだっけな。この辺りから出てくるのかな。あ、ここかな。あ、違うな。一旦山道があるんだね。で、それで、ムルソンのフィールドに出ると。どの辺なんだろうな。ちょっと待って。ここがムルソンでしょ？多分、ここが入った道で多分この辺りなんだろうな。でも、ちょっと、つなげてみないとわかんないな。南に、ここまでいけるかな。いや、いいや。どうせ動かせるから、
当なところから、この辺からってことにしとくか。なんかありますよ。風車小屋がある。今ここにいます。ラノパンがあります。ラノの粉があります。特に何もないということですね。ただのパンですね。階段もないようですね。これ行き止まりか？これ以上北行けないのかな？だとすると、どこにあるんだ？ちょっと待って、その、ガイドブックをもう一度、さらに見てみますけれど、ひょっとしてラサルニアっていうのは、もはや、バケスの村しかないのか？そんなことはねえよな。他に道あったっけか？戻ろう。あれ？ん？なんだ？今どっち向いてる？西向いてんのか？風車小屋が見えてるんだな。ちょっと行くだけ行ってみるか。ここにも風車小屋がある。確かに、でもイラスト、そのガイドブックのイラストだと、
この辺りに一つ風車小屋が書いてありますね。ラノの粉があります。特に、その他は何もない。そうか。なんか街道があるな。ここ街道なんだな。ちょっと待って。あ、いいのか。ん？違う。やっぱ、ここが街道じゃないよ。こっちが街道か。東の方に山を塗って走っている一本道がある。まあ、これがここのことなんですけどね。戻るか。いろいろ、まあ、花とかも置いてあるっていうか、まあ、生えてるんだけど、そこも何か意味があるのかな。なんかいっぱい生えてるよね、やたらと。コメントだったかな？何で教えてもらったか忘れたけど、視聴者の方にですね、このキャラクター、主人公がね、信仰してる神様。まあ、黒猫の場合は、あ、これじゃねえや。あ、いいのか。状態。運命星ってやつか。死って書いてありますけどね。それによって、バッケスの村で起きることと、バッケスのそもそもマップ自体がね、変わるらしいんですよね。でも変わるってことは、なんか、ラサルニアに行くための何か条件になってるとか、そういうことじゃないと思うんだよな。それはまた別の話だと思うんですよね。今、ここにいます。ラサルニアへの一本道。本当に一本道なのかな。ですね、なんかどうも一本道のようだな。ちょっとわからなくなってきたね。ラサルニアっていうイコールバッケスの村なのか、なんか道があるのかどうか。山猫がいる。こいつにはなんかあれかな、さっきのあのミオ、ディンプスのミオをあげるのかな。食べてくれない。食べてくれないですね。
山猫さん、ラサルニアどこ？連れて行って。結構喋るの？私、クワフガウキ、お前、ウヘか？すげえ、喋るぞ。こいつ、喋るぞ。でもな、会話ならないんですよね。この口調の時は。なんだろう。でも、攻撃してこないっていうのもなんか気になるよね。なんだろう、何かを守ってるのかな。やはり一本道だなぁ。参りましたなぁ。ウルソンフィールド。はい、今いる場所はここかな。これが一番初めに来た山道なんですよね。でもこっちに戻っちゃうと、まあ、俺が見てるね、その、ガイドブックによれば、やはりね、その、ラサルニアって書いてある方角は、バッケスの村があるところなんだよね、イコールで。ヒゲズラン旅人。あら、ちょっと部屋に戻って休むことにする？ちょっと待てよ。ラサルニアにある小さな村さ。ラサルニア。ラサルニアイコールバッケスの村しかもう残ってない。これで終わりなんだろうか。でもバッケスの村に行って、あのおばあちゃんにね、なんか、なんだっけ、なんか食べ物もらって、それを食べると、あ、そう、デッドリーシェードね、幽霊が見えるようになったと。そうすると今度は幽霊と話してラサルニアの生き方、とかを調べるのかな。そもそも存在しないものを俺は探しているんだろうか。他の人に聞いてみるか。だいたい喋りたいことは喋っちまいましたかね。それよりどうです、ラサルニア名物コフリアの子でもお買いになりませんかね。じゃあ買うよ。ありがとうございます、この宿屋の前の道を北に向かえばあっという間にラサニアさ。植物の豊富なところでね、コフリアやリムロザールや。ディンプのみ。巨大獣。あれ？
巨大樹。何もないのかな。でも何か、これは何なんだろう。これ何か必要なものなのかな。もう大したことは知らないがね、酒でもかっくらって早く寝た方が、まあ確かにね。学のない輩からには旦那は何言ってんのか分からねえな。そっか、じゃあいいよ。じゃあこのコフリアの子を持っていきますか。てか調べてみようか。様子はないようだ。ないのかーい。ラビットリールってなんだっけ。あー、ウサギの耳に似てる花なんだね。生命力が強い花とかいうのを拾って、あの墓場に持ってくとなんか生き返ってくるとか、もしくは幽霊に何か渡すとか。またバッケスにやってきました。あ、そっか、開かない扉もあるんだよね。まあ確かにそこも気になる。ここね。あれ？開いたぞ。え？女の人がいます。え？開かなかったのに。中で女の人が編み物をしている。あら、あなたいい顔してるわね。いや、まあ、そうですよね。してますよね。彼女はかなりの美人だ。上がってしまって話しかけるどころではなかった。あら、また来てくれたんですね。嬉しいわ。じゃあ、こうあげて、コフリアの子。あれ？特に何事も。あら、こんなプレゼントを、みたいな。彼女は私を見つめにっこりしながら言った。こんなに何度も来てくれるなんて、私のことを気にかけてくださるのですか？よーし、大サービスしちゃいます。えい！パフパフ、気持ちいい。それだけ？まさかこれだけ？
綺麗な人だ。心臓がドキドキする。これなんか、ヒントなのかな？なんか落ち着く。花プレゼントすんのかな？なんか、特に何もなさそうだな。ダメだな。花をプレゼントしてもなびかない。会話すらもできねえのかよ。まあ確かにね、気持ちはわかりますよ。あんまり美人だとね、話しかけられないっていうのはわかる。村人たちが集まって酒盛りをしている。誰かが歌を歌い出した。遥かな大地しかわいく。あれ？ってか、昼間なのにいるぞ。あれ？昼間だけど、いるんだっけ？あ、やっぱそうなんだな。ムルソンに滅ぼされて、今ではバッケスの村だけになってしまった。これが正解なんだ。だから、もう、なんもないっちゅうことだね。この幽霊だった住人がいるよっていうことで終わり？なんかもう一つぐらいなんか、話がありそうな気がするんだけどな。それはそれ、これはこれ。そうなんだ。ご覧の通りの仕事をやってます。幽霊になってもね、勤勉ですね。そっか。てっきりね、その、ラサルニア城っていうのがあるのかなと思ってたんです。まあでも、そっか。戦争でもうそれもなくなっちゃってるんだ。鋭いツッコミですね。この本もなんか、結局、なんでもないっていうか。さっきは気がつかなかったが、部屋の隅に鉄でできた箱のようなものがある。調べる。鉄の箱以外の何物でもない。その箱をいじっているうちに突然ピーという音がした。しばらくすると鉄の箱の上に乗っかっている四角いものに文字が浮き出てきた。メモリー640キロ。OK。How many files?俺は何かの魔法に違いないと思い、ぶち壊してガラクタにしてやった。ギャグですね。面白いギャグだと、いうことですね。おばあさんは、帰ってこない。
普通の家は夜にならないと幽霊現れないのかな。多分そうかな。さっきのとこだけ、多分設定ミスかなんかで昼間なのに幽霊がいるのかな。あー、そっか、こいつも一体何なんだろうな。おい。なんか酒を渡すと喋ってくれるとかあんのかな。いやー、何も喋ってくんねえな。何なんだこいつ。あ、そっか、こいつも幽霊っちゃ幽霊なのか。足がないっていうね。その、でも、世界共通なんですかね。ワイワイガヤガヤ、かなり繁盛している。特に何もないですね。なんだこれ。鍋か。鍋だ。ネズミの死骸。おや、先ほどの人だね。そうか、この酒が気に入ったのか。さあ、どんどん飲みなさい。こいつが酒をくれてあの酔っ払いに渡すとか、そういう展開かなとか思ったんですけど。購入って書けないのか。足がない。いや、もう何もないんだなというふうにね、ちょっと判断してきました、私。あ、開かなくなってる。昼間しか開かないんだ。
あの、綺麗なお姉さんがいたとこね、パフパフ。昼間しかパフパフしてくんないんだ。親お客さん、毎度どうも。実はね、お客さん、とっておきのものがあるんだよ。お客さんはよく来てくれるから特別に格安で分けてあげるよ。何やら袋を取り出した。袋を取り出した。買う。福袋。これか。うん、買おう。多分みんな同じかな、言うことは。福袋。調べてみますか。何が入ってるか開けるのが楽しみだ。よし、開けてみようか。はい、出よう。福袋をピリピリと破いた。中からゲームが2つ出てきて下に落ちた。福袋をピリピリ。中からゲーム？ルーンクエスト、トラベラー。なんすかね、なんかこのバッケスの村、ほんと、なんか楽屋ネタっぽいのがすごく多くて、おまけなんでしょうね、きっとね、これ。この街っていうか村っていうか。じゃあ、ルーンクエストとトラベラーをやってみましょうか。それがルーンクエストを使った。ほほう、これは面白い。それ、それ、それ。時間の経つのも忘れて夢中になって遊んだ。じゃあ、トラベラーを。そんな、それ、それとかっていうゲームなんでしょうかね。同じ。メッセージぐらい変えといてくれ。これは面白そうな RPG のゲームだ。宇宙をテーマにしたスケールの大きい RPG ゲームだ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、とりあえず、リングマスター2ね、メインのシナリオはもうエンディングまでやっていますし、期待していたラサルニアも、多分これ、まあ、まだやってないところがあっても似たような感じなのかな？何かね、情報がありましたらまた続きをやろうかなと思います。特になさそうであれば、今回で、リングマスター2はね、一旦、締めということに、したいと思います。次回からはね、以前、予告した通り、ソードワールド、ソードワールド PC の方をね、やっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。ではでは、またね、次の動画でお会いいたしましょう。ほい。